福岡県備前市の小林消防設備の小林です。こちらは特定小規模施設用の自動火災防止設備になります。こちらですね、光電式スポット型感知器2種のですね、煙感知器おやき、こちらですね、光電式スポット型感知器2種のですね、煙感知器呼気、こちらですね、低温式スポット型感知器特殊 65°C の熱感知器呼気になります。今からですね、作動試験をしていくんですが、暗闇を作ってですね、その動き確認していきます。そしたらですね、暗闇作っていきます。電気します。そしたらですね、作動試験をしていきます。じゃあ作動試験します。こういったですね、動きになります。電気つけていきます。特定小規模施設用自動火災防止設備の音響が鳴動したら、大切な命を守るための行動をとってください。避難及び誘導の際には誘導灯及び誘導標識をですね、目印にされてください。誘導灯誘導標識は避難経路に設置されており、最終避難口まで導いてくれます。矢印付きの誘導灯誘導標識は、矢印の向きが避難及び誘導の方向となります。火災時に発生する有毒な煙にご注意ください。